ハロー。や、こんにちは。愛と笑顔で世界を変える男、感動の講演家、山田和弘です。イエーイ。せーの、いいね。はい。タクシー運転手 YouTuber としても完璧に活躍させていただいております。そして次の、板橋区区議会議員選挙に立候補します。そしてもう当選してます。頑張るぞ。私は普段、心の話をしています。どうやったら日々幸せで生きていけるかなっていつも考えてます。そういうのを YouTube で発信していますので、チャンネル登録、高評価ボタン、コメントよろしくお願いいたします。今日は2つお話ししたいことがあります。今日は、タクシーで乗っていたお客様と盛り上がった話と、こちら、ガキの使い、年末特番の件、佐野史郎さん、腰椎骨折してしまった件、少しお話しさせていただきます。はい。僕、タクシー運転手やらさせていただいてるんですけども、ちょっと、お酒飲んでたんでしょうね。ちょっとテンション高くて、感じのいいお客さんが乗ってきました。まあ、10分ぐらい乗っていただいたんですけども、私は、九州から来ましたって。あ、九州って思ってちょっとピンときたので、奥さんが、佐賀県の鳥栖に住んでるんですよ。なので、九州って来たので、なんかそういうなんか男女の関係になって話になって、うちの奥さん佐賀県出身なんですよって。あ、そしたらその男性のお客さんも、あ、俺も佐賀佐賀ってこうなって、そうなんですかって。そして佐賀の鳥栖なんですよって言ったら、あ、俺もとか言って、すごくないですか？その人は佐賀県の鳥栖から出身の方で、今日は歌舞伎町の方に仕事の打ち合わせで来てたそうです。うわ、こんなこともあるんだなーって、ちょっとなんか話すごく盛り上がりました。なんかそういうお客さんが、だってタクシーって何百台、何万台って東京の中走ってるわけですよ。そして僕のタクシーにめがけて乗ってきていただいて、なんかそういうお話できたなってすごく嬉しいなって思ってます。はい。そういう奇跡みたいな出来事、こう導かれてるな。そういうお客さんが乗ってきて僕がテンション上がるし、そのお客様もテンション上がるし、不思議な出会いだったな、いい出会いだなって思ってます。元気になりました。はい。昨日ですかね、ニュースの方で、ガキの使い年末特番で佐野史郎さん、腰椎骨折全治2ヶ月。ちょっと切ないですね。私のせいで、ガキの使い年末のやつ楽しみにしてるんですけど、楽しめなくなっちゃったら、それは辛いな、楽しんでくださいっておっしゃってました。はい。私は佐野史郎さん、早く、ゆっくり休んで元気になってほしいと思ってます。もうちょうど休む時期だったんでしょうね。お忙しいんだと思います。こういう時だからこそゆっくり休んで、心も体も充実して、もう痛いと思うんですけども、僕はなんかゆっくりできる時間が取れたなって、思いました。はい。そしてすごく名言が出てって、私は怪我したんですけど、ガキの使い楽しんでください。で、人間万事塞翁が馬っておっしゃってました。俺これすごい意味が全然わかんないっすよ。人間万事塞翁が馬、意味わかんなくないっすか？気になったんですぐ調べました。で、日本語で言うと人間って人、中国語で言うと人との間、人間、世間っていう意味だそうです。だから、そして砦、これ砦ね、要塞みたいな、要塞の塞ですね、これに住む翁は老人、
人間万事採用が生む。あ、万事は全てのことね。だから世間の全てはこの砦に住む老人、砦に住む老人が馬、これで全部表せますよって言ってるんですよ、この出来事で。すごいな、確かに読んだら、あ、その通りだなと思いました。そして僕が勉強していること、日々学んでいること、まさしく人間万事採用が馬なんですよ。ちょっと説明していきますね、うん、あ、ちょっとまた戻っていいですか。本当に人、あ、だ、武田鉄矢の批判とかそういうんじゃないですかね。人っていう字はこう、人、こう、棒と棒、これ人と人ね、これがちょっと分かりづらいな、こう支え合ってるから素晴らしいんですよって教わったんですよ。人と人がこう支え合ってるから人って素晴らしいんですよって。で、人間、人間とは人との間って書くから、人との人との距離がありますよって、いろんな人との距離がありますよ、人との距離があって、そこから近すぎても喧嘩になったり、離れすぎても寂しくなったり、ちょうどいい距離がありますよ。そして嫌な人だったらなくしてみる。そしたらまた新しい人が、自分のちょうどいい人が出てくるよ。っていうことで、僕このね、人間っていう言葉僕すごい好きなんですよ。人と人との間、うん、すごく大好きです。ちょっとカメラがブレちゃってます、ごめんなさい、すいません。ちょっとずつブレてきますけど、ちょっとこれはいろいろ直していきましょう、申し訳ない。はい、で、まが吹く、まが吹くか、かかかか吹く、か、うん、これ災いっても読むし、かとも読むし、まがとも読むそうです。このか吹くの、かか変換するときはこれかだといけるんですよね。か吹く、か吹く、まが吹くとか災い吹くだと変換できないんですよね。か吹く、か吹く、これは誰にも予想できないって、うん、いうこと。ですね、下腹、下腹、よしよしよし、頑張れ、よし頑張れ、いい感じ。下腹、下腹、最初に、まず最初に戻ります。人間万事作用が、ま、要塞に住むおじいちゃんが、馬が逃げたそうです。馬が逃げたよ、なんだよ、もうついてねえよ、呪われてるよ、俺はついてねえな、うん、もうこれなんかちょっと不幸ですよね。次、服。逃げた馬が優秀な馬を連れてきたんですよ。優秀な、一匹逃げたのに一頭か、一頭逃げて戻ってきた時は二頭になってて、優秀な馬を連れてきたんですよ、が服。で、次また災いが起きるんですけども、子供が馬に乗って落ちて落馬して骨折したんですよ。んだよ、馬釣りできたけど骨折、子供の子に骨折させてんじゃねえ、ざけんじゃねえよみたいな、そんな感じ。ちょっと言葉汚かったですね、すみません。なんかちょっと怒っちゃったみたいな、落馬して骨折したよ、あー切ないな、悲しいな、馬何やってんだよみたいな感じ。はい、そしてまた服が来ます。子供が骨折したから戦争に行かなくてよかった、死ななくてよかった、長生きできる。戦争に行ったら死んじゃう可能性ありますけど、戦争に行かなければ死ぬことはないので。はい、すごくない？もう一回言いますよ。馬が逃げる、馬が、これは、不幸ね、馬が逃げる、馬が逃げたけど2匹、2頭で戻ってきて1頭は優秀の馬、そして落馬する、骨が折れる、そして服、戦争に行かなくていい、こんなん誰にも予想できないでしょ。馬が逃げて終了になっちゃったかもしれないし。ね。こっから、下腹、下腹っていくのは誰にも予想できない。うん。つまり、僕はここに繋がると思いました。心が先、現実が後。これね、本当にこれなんですよ。本当にこれなんですよ。心が先、現実が後。いろいろな出来事が起きるけど、心がプラスなら出来事、出来事ね、目に見えることすべてが全部プラスになるよっていうこと。心が整っていれば、
全ての出来事が全部プラス、つまり馬が逃げた、心が整っている人だったら、ああ馬が逃げたのか、じゃあ次からは、ちゃんと紐をつけとこうかな、うん、それも運命だったのかな、しょうがないな、ちょっとこの経験を生かして次に生かそうって思うわけで、プラスのことはプラスで受け止める、あラッキーラッキー、馬2頭になってきた、で落馬した、で心が整っている人だったら、そっかまだ馬に乗せるのは早かったのかな、うん、もうちょっとちっちゃい馬で慣らしてから、徐々に大きな馬に乗せて、慣らしていけばよかったのかなって反省したりすればいいですよね。そう、全部プラスで捉え、このか災いも服で捉えられることができる、うん、それはでも誰にも予想できないけど、何でもプラスに捉えられることができるよ。でもネガティブな人だったら全部不幸に捉えちゃうわけ。つまり馬が2頭になってきた、戻ってきたけど、結局子供に骨折させてんじゃんこの馬は、は？なんなの、馬戻ってくんじゃねえよって。で服、戦争に行かなかったって喜んでますけど、あこれはいいね、戦争に行かなかったかね。だけどもしかしたらこのおじいちゃんが、うん、お国のために役に立てなかったな、骨折なんかこんなとこでしてんじゃねえよって思うかもしんない。そしたらもう全部災いになっちゃう、うん、すごい、戦争に行かないことも無理やりなんかネガティブな出来事に持ってけますよね。はい、本当に僕そう思いました。本当にそう思った。だから本当に鴨頭先生が言ってるこの心が先現実が後、全部これ人生すべてこれ、本当に。だから自分の心を整えよう。自分の心を整えるためには自分のことを愛する、自分のことを大好き、自分のことを応援できる、自分なんでこんな気持ちになってるのかな、なんで自分こんな悲しんでるのかな、自分なんでこんな喜んでるのかなって関心を持ったりとか、そこがもうすべて、心を整えていくことがやっぱ本当に大事だなって思って、で佐野史郎さんが今回こういうことになっ、ちょっと体痛め骨折された、腰椎骨折なされた件で、人間万事塞翁が馬って言ったのは、佐野史郎さんが本当にもうプロの役者として、本当にいつも真剣に取り組んでて、いろんなことあるけど本当にすごい方なんだなって改めて思いました。最近1年ぐらい前かな、限界団地って佐野史郎さんが初めて主役のドラマがあるんですけど、連続ドラマの主演ってやった時長いんですよね。限界団地、ちょっと書こうかな、限界団地、これめっちゃ面白かったです。超怖いんですけど超面白いし、なんか泣けるっていうか切ないっていうか、見たらわかる、超良かった。これ佐野史郎さんしかできないんだろうなって、うん、すごい良かったです。はい、ちょっと何言えばいいか分かりません。まとめます。はい、人間万事塞翁が馬、いろんな出来事があるけど、あ、これいろんな考え方ありますかね、いろんな考え方ありますけど、僕はこう捉えました。人間万事塞翁が馬、つまり心が先現実が後、心を整えてれば全てのことが幸せ、全てのことがプラスになりますよって。はい、で家福災い幸せは、あ、不幸幸せ、でも心が整ってれば全部幸せになりますよ、うん、そう、僕はこういうふうに捉えました。いろんな捉え方っていいですけどね、はい、それでは終わっていきます。佐野史郎さん、本当にゆっくり休んで元気になってほしいです。はい、それでは失礼いたします。
イエーイ、せーの、いいね、ありがとうございました。本当見ていただいて嬉しいです。ありがとうございます。失礼します。